お待たせしました皆さん、キャスターの南です。8月25日からの今週の3代目デイソルブラザーズのニュースをまとめてピックアップして皆様にお届けしていきたいなと思います。まずライブ情報。8月31日、9月1日に24時間テレビのチャリティーライブに、8月31日には岩田貴則さんが、9月1日には3代目デイソルブラザーズが出演されます。ピアアリーナ MM という会場で開催されます。続いて8月25日今市隆二さんレッドツアー本公演完走されました。それでファイナルに北山宏光さんもお祝いに駆けつけておりました。そしてこちらも8月27日直人さんオネストハウス完走されます。東京ガーデンシアターにて、こちらでオミさんなど様々なゲストが最終日ゲストとして出演されます。そしてテレビ情報、岩田貴則さんがメインです。8月30日からテレビ CM で LINE ポコポコ10周年記念 CM が放映されます。そして今年の24時間テレビのアート作品を載せた夢の39ライブイベント&オークションのコーナーに岩田貴則さんが出演されます。そして8月27日19時から日テレ系列で放送の思うまい店のヒューマンドキュメンタリーの番組にも出演されます。以上、今週の3代目デイソルブラザーズのウィークリーニュースでございました。